大橋ジャンクション屋上に整備された目黒天空庭園地図目黒天空庭園は東京都目黒区大橋にある屋上庭園。首都高速道路大橋ジャンクションの屋上に造成され2013年3月30日にオープンした。首都高速道路の3号渋谷線と中央環状線を結ぶ大橋ジャンクションの屋上を緑地化した庭園で 目黒区の区立公園として整備されている。ドーナツのような楕円型が特徴。高さは地上11メートルから35メートル、延長距離は約400メートルで、平均交配約6%のループ上である。最も低い部分は歩道橋経由で国道246号へと通じている。庭園には芝生を基礎として約30種類の樹木や花が植えられている。 開園時間は午前7時から午後9時まで。南側に設置されているエレベーターの3階が庭園となっており、バリアフリー対策が施されているため車椅子やベビーカーでの入場も可能。首都高速道路において、高架の3号渋谷線と地下トンネルの中央環状線をジャンクションで結ぶためには、高低差の問題と用地の問題があった。そのため、少ない敷地面積で、 高低差を稼げるループ場として建設されたのが大橋ジャンクションである。その建設計画として環境対策が盛り込まれており、また公園の数が少なく面積も狭い都心において子供たちが走り回れる場所が欲しいという住民のニーズにも応える形で緑地化、公園化する案が採用された。庭園の造成にあたっては目黒区が首都高速道路から 専用使用許可を受け、都市公園法に基づく立体都市公園として整備した。ジャンクション周辺は、オーパス、メグロ大橋と呼ばれる再開発地区で、メグロ天空庭園やオーパス夢広場のほか、超高層マンションが建設されている。また、周囲では、北側から西側にかけて、国道246号があり、南西側には、メグロ川が流れている。 目黒川沿いには桜が植えられており、満開の桜とともに2013年3月30日の庭園のオープンを迎えた。庭園の管理棟の近くで、ぶどう栽培への挑戦が行われている。赤ワイン品種であるマスカットベイリー A を育てており、山梨県勝沼町のワイナリーが醸造の申し出をしている。東急田園都市線の池尻大橋駅から徒歩約5分。 3月30日に大橋ジャンクションの上に目黒天空庭園がオープンしました。目黒区お知らせ2013年3月30日首都高 JCT 屋上に公園目黒天空庭園をオープン日本経済新聞2013年3月30日。ありがとうございます。